すごく感激していろいろ話しかけたりタッチしたりしてましたし、私もあの見てて、あのメイクも結構あのしっかりされてて、自分たちの仕事が高所作業が基本になるんで、今年も同様来年も安全第一で作業の方できたらなと思います。